シャス田中です。今回はこのブラックオプス3 VS ストアにありましたので、このデジタルデラックスエディション買いたいと思います。さてと買ってくぜ。このねデジタルなんちゃらかんちゃら以外にもね単品のやつがあったんですけど、単品のやつはあれなんですよ、これのブラックオプス3のこれが59ドルの単品ものですね。これがマップなし、これがマップなしで、これがマップ全部入ってて、海外はねマップがどんどん配信されるじゃないですか。それをすべてこうひっくるめたこのデラックスエディションってものがあってね、これを持って買っちゃうともうね追加マップの料金がいらなくなるんですよ。だから追加マップ買うよりね若干お得です、こっちの方が。というわけで僕買ってまいります。さて今から買いましょうか。ポチッとね。さあこれを買うことによって僕はベータに参加できるのかな。できるよね。できなかったら泣くよ。150でって言ったらもうなかなかのあれだね。おー追加アイテム、おーすげえすげえ、なんかあれか、なんかこれプレオーダーなんちゃらパックっていうのがねいろいろあるね。おーすげえ、この3かっこいいね。おーいい感じ、色変わってるね文字の色。はい、というわけで BO3 を無事買いましたよという話ですよ。ねえ BO3 やっと買いましたね。もうやっとですよ。このね BO3 買って、まあデラックス、デジタルデラックス版はなんかベータの権利がついてるみたいでね。おお、なんかめちゃめちゃいるけど、わ、ちょっと厳しいなあれ。ベータの三角剣がついてるみたいですよ。なんかそれなんで通常版がどうなのかっていうのは分かんないですけど、とりあえずベータ版買えば参加権がついてるのでベータに参加できる、ベータテストに参加できるというわけですね。単純にそういう風になってたので、おっとっとっと、なんだなんだ君は。もしね買う方がいらっしゃったら通常版よりデラックス版の方がいいんじゃないかとは僕は思いますけども、通常版でもついてくるかどうかっていうのはちょっと分かんないですね僕は。危ね、もし書いてたかな、書いてたかちょっと見落としたんですけどね。まあ 99.99 ドルなんでだいたい1万2、3000円ってところですかね、今の為替的なあれで。高いかっていうと、マップバッグが1800とかでしたっけ、もう1500でしたっけ、それぐらいなのが掛け4入ってるんで、まあまあそんなところじゃないかなと。そこまで損はしてないし、まあ英語なだけですよ要は。まあマップバッグをね今後買う必要がなくなるのはすごいありがたいことです。海外版をでも買ってしまうと海外版で迷彩も買わなくちゃいけないのかな、これ。そうなるとちょっとめんどくさいですけど、まあクレジットカードを持ってる人は北米版のアマゾンでね、いくらでもねチケットは買えるんで、送料無料でね、コードだけ送ってくるんですぐ買えますよ。だからコンビニとかでねわざわざプレイステーションネットワークチケット買ってて、まあ買ってたんですよ僕は、日本語バージョンの時は。それがねなくなるのはすごくありがたいですよね、海外版のいいところ。海外ゆえにねデジタルでポンと送ってくれる、だから家にいながらそういう PSN チケット買えるってすごいいいっていうね。コードのみの販売は確かなかったんだよな日本版は。なんかめんどくさいんですよねあれ。おーおー、やるねやるね。ちょっとなんかシートあれが真ん中な、真ん中が空いてる感じのあれになってますね。ここね OK。ごめんね、C はあげないよ。おお、すげえすげえ、輝してますね味方が。この隙にねどっちかといったら、あ、なんかいるじゃんなんだ君は、すごいな、あの爆風の中生き延びてたのか。いやー長寿ですね。あ、 A じゃない、待って、危ない。 OK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 
うわー入ってきたか。これやっぱカーゴの B ってめっちゃ取りづらいですよね。どうにかして取りたいなあれ。
どうやってか取れないかな、簡単に。おお、やばい。そもそもカーゴ SMG マップの SMG マップじゃないというところから始まるね。こんなところから狙えないね。直接出向かないと。危ない危ない。よしよし、一応これで UAV 来るか。おいでおいで、おお、おいでおいで。横か、横から上がってくるって算段だな。違う、普通に来るねこれ。オッケーオッケー、オービタル回してくれた、ナイス。ここかい、ここかい。みんな来るなこっちか。待った待った、危ねえ、誰かありがとう。これみんな来るのかい、ここ。 B23 アルム装になっちゃうけど、これ。うわめちゃ怖いんだけど。うわーダメだったか。よしよし、いい感じいい感じいい感じ、気引けたねあそこで。よかったよかった。という感じでね、あれなんですよ、買う人が、まあ買う人っていうかクレジットカード持ってない人は V プリカで調べてください。 V プリカで調べて、まあクレジットカード持ってない未成年の方でも一応買えるネットの、なんだろうな、クレジットカードみたいなのがあるんですよ。コンビニでチャージして、まあそれでクレジットカードと同じように、ビザのカードと同じように使えるものがあるので、まあそのようにいろいろ調べてください。もう僕が説明するとね、下手くそで仕方がないから。一応だから変える方法があるよと。まあでもチャージするんだったら結構チャージしといた方がいいかもね。1万円じゃ足りないね。1万円だったら逆にびっくりするけどね。絶対足りないと思うんだ。おい、やべ、怖いな。よいしょ、取れたかな。おお、かいかいかい。このコンテナの上にいるのか、すごいな。そこにいたらどうしたらいいんだろう自分は。行って。まあね、だから PS3 版か PS4 版かどっちかするんですかっていう風な、多分質問が確実にありますね。その質問にはですね、画質次第とお答えしましょう。まあコントローラー的に言うと僕は PS3 の方がやりやすいんですけど、画質がね、アドバンスオーヤみたいに PS3 版がもうなんだこれっていうぐらいになっちゃうと PS4 でやることになりますね。でもゴーストみたいに、あ、でもまだまだいけるんじゃねっていう画質だったら PS3 でもやっていいんですけどもね、そんな感じで今判断基準は画質。やっぱ画質大事ですからね。アドバンスオーエアちょっと露骨すぎたかな、あれは。あれももうちょっと画質が良かったら別に PS3 でもいい感じだったからね。その人がいないわけでもなし、コントローラーが、まあコントローラーだな、コントローラーがどうしても PS3 の方が僕は慣れてるのでね、どっちが安心してきて、まあどっちが安心してね、プレイできるかって言ったら PS3 版になっちゃうんですね。なんで、皆さん画質次第ということで、でも最初は PS4 で上げますよ、動画は。最初は PS4 でやって、で、まあ、後々ね、人数がこう、人口がどうなってくるか見ながら、PS3 するかしないかぐらい悩みますかね。多分でも PS4 になると思うんだけどな。PS3 のコントローラーがいくらい使いやすいからって言ってもね、やっぱり最新版はね、最新ハードでやりたいっていう思いがありますからね。そういう風な感じで、まあ、やっていくと思うんですけど、ベータ版もだから、まあ、一応、どっちでも取れるのなら、どっちでも取りますね。もうね、さっさとっていうか、まあでもアドバンスオーヤーの時みたいに1日5本みたいな、ね、バカみたいなスピードで上げることはないですけど、まあほどほどな感じでやっていこうかなと思いますね。そんなにバシバシ僕も上げられないんでね、何にも編集しなかったら別に上げれるけど、そうなったら見る方も大変でしょう。なんでまあそんな感じで考えておりますというねことでした。いやーでも PS3 版もどうなるんだろうね。そもそもベータ版が本当に気になって仕方がないですね。それベータ版だよー、本当にベータ版いつできるんだろう。
もうすぐ買ったらすぐできるのかな、買ったらというかもうダウンロードしたら、でもどれぐらいの期間なんだろう、そういう期間もまだ全然なんか調べたような調べてないようなって感じですからね、ちょっと気になりますね。ベータ版だよ本当に。いやー、やっとでも買えたんでね、ちょっとね今本当いくらか分かんないところがちょっと怖いですけど、まあまあ言うほどでもないと思うんですけどね。ほいほいほい、一人も当たんねえって。あ、リロード、あ、来てる来てる。やーべ、負けたよ。まあね、どうなるかだよね、こう期待がね。いや、どんどん近づいてきますよ本当に。時は経つもんですね、すぐですよ11月なんてね。もう皆さんがね BO3 いろいろ出てそうだなって時になったら、もうねパッと出てくるわけですから、楽しみましょうね本当。いろいろね追加情報、まあでもまだまともなマルチプレイっていうものが出てないのでね、そこが一番気になるんですけどね。マルチプレイだけ多分見たらね全てがわかると思う。全てがわかる。まずそういう風な戦う、どういう戦いになるかとかいろいろね、大体ができると思いますよ、あらすじ的な感じで。あ、こういう戦いになるんだなっていうのが、それがまだ出てないところがちょっともどかしいですけど、早く出ないかなって思いますよね。楽しみですよこうやって買って。なんかテーマもついてきたな、なんか BO3 の、まあ、別にカスタムテーマとかこだわりないんでどっちでもよかったんですけど、まあというわけでね、今回は BO3 をご購入じゃないや無事購入しましたということで、皆さんもお早めにベータ版やりたい方はデラックス版を一応買っといてください。通常版についてくるかわかんないんでね、僕からはコースとしか言いようがないです。というわけで結論といたしましては、ベータ版を買って、ベータ版じゃないよ、デラックス版買ったよと。で、一番最初は PS4 で配信するよと、 PS3 も配信するかもねと、その配信するかしないかは画質次第かねっていう、そういう感じでした。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。